じゃあゼロでいい。そろそろ行こう。はい。現代版組踊り絵巻ウニワシ琉球王将八伝バックステージツアー FM タンからここ、本日は読谷村文化センター中ホールから生放送でお届けさせていただいております。これまでも、2回ほどこのウニワシバックステージツアー、第1回目が特地公民館、そして、2回目が社会福祉協議会の2階の、ホールより中継させていただきまして、そして今日が、3回目、この読谷村文化センターの、ホールの方から中ホールの方から生中継でお届けさせていただいております。この放送は FM78.6MHz、 そして、インターネットでも FM タンのホームページで映像を交えながらお届けさせていただいております。どうぞ、ネット環境のある方はお楽しみいただきたいと思います。そして今日はこの、中ホール、なんとですね、音響をセッティングして、まさに、本当に本番直前さながらのですね、練習と模様をですねお届けできるかと思いますので、お楽しみいただければと思います。まあ 1時間近くのですね、54分までのですね、時間ですけれども、お楽しみいただきたいと思います。それでは、この、サテライトスタジオ中ホールの方にはですね、もうおなじみとなりました、この人いなくてウニワシが語れるかというような、思います、この方です。はい、南東主人の平田大地です。どうもこんばんは。こんばんは。いやご無沙汰でございます。ねえ、バックステージツアー、はい、本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。もうでも、アクセス数もだいぶ多くなりましてですね、はい、そしてあのチケットもですね、もう電話がかかるたんびに、ウニワシのチケットまだありますかみたいな状態でですね、嬉しいですね本当に、はい、もうここに来てかって感じですけどね今までもドギマギしてましたけれども、はいはい、でも本当にこう、子供たちもですね、中学生が買いに来たりとかですね、そういうことが今まさに FM メタンでは窓口販売業務になっているわけなんですけれども、ありがとうございます本当に、まあ、そんな中で、さあ今もですね、この中ホールではこの出演者の皆さん方が、はい、ウォーミングアップをしながらということなんですけれども、しかし今回のこのウニワシ、もうだいぶちょっとこう話題になってきてるわけなんですけれども、はい、どうですかこう進み具合は、練習の。そうですね、やっぱり、ウニワシっていう言葉がね、はい、なかなかこう浸透するのに時間かかるなと思ってたんですが、まあ案の定、ウニワシは何、平田さんの舞台だったのと、なるほど、ね、相変わらず言われる今日この頃ですねそうなんですよ、うん、で、まあ、キムタカの周りが有名であるんですが、読谷はこのイラミナ公民館をですね、中心に練習してきたこと、うん、でイラミナにある佐敷の森、ここを中心で、まあ物語展開しますので、はい、これはもう読谷の物語だと、うん、でただ知られてないだけなんで、足を運んでいただければいいなと思ってますので、はい、まずは、はい、皆さんに知ってもらうのが第一だなと思っております。まあ、南東詩人平田大地としては、はい、これまで雨割りとか、はい、それから親焼白鉢など ね、 そ う、 ですね、そういう、もう代名詞みたいなものが、聞こえてきてたわけなんですけども、はい、そんな中で今回ウニワシという、ね、はい、このそもそもウニワシというタイトルをつけたのは意味はどういう意味なんですか。うん、そうですね、昔の小八氏王のことを調べたときに、おもろ草子の中にですね、小八氏のことを歌った歌がありましてね、はははその歌がですね、佐敷城口に
うにわしの羽に映する見物、はい、また西の城口にと、こういう歌なんですよ。あ、座敷の門の入り口で、はい、おにわしって言われている天の使いの鳥がですね、こうバタバタと羽をね、はい、震わせている、震わせている、うん、その姿が非常に勇ましいと。なるほど。で、同じタイミングで生まれてきたこの子供が、うん、この天の使いなんだというような歌なんですよ。なるほど。これは後にこれは小橋王になるわけで、はいはいはい、小橋のことは、まあ、いわくうにわしと彼は呼ばれていたんですね。なるほど。ちょうどこう、なんかおばなんかがカマとか言われているような、わらびなみたいなそうですね、そんなもんかな。そう、わらびなはですね、まあ、わらびなでうにわしってかっこいいですよ。でもね、おにわしですからね。めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいですよね。言われてみたいですね。言われてみたいですね。ちょっとね、はい、まあ、読谷のうにわしと読谷のうにわしまあでもね、今回、こういう形で、平田さんと関わりができまして、はい、まあ、今回このうにわし琉球王小橋伝、現代版米踊り絵巻もですね、12月18、19、2日間に開催されるわけなんですけれども、はい、なんと今回 FM ユタン対局2周年特別企画という冠を。そうなんですよ。ありがとうございます。こちらこそ本当にね、はい、こんだけ地域に根ざして、地域の情報をですね、はい、発信するだけでなく、うん、結びつけていくっていうね、はい、そういう意味では本当にこの、うん、FM 読谷というのは、はい、地域コミュニティの中でもですね、もう僕はもう素晴らしいと思うんですよね。ありがとうございます。このバックステージツアーもね、こんなに何回も組んでくださりいやありがたいと思っております。いや、もう回を増すごとに勉強させていただいてますよ。私たちもありがとうございます。この中継業務ということに関してね、はい、まさか戸口公民館からね中継をすると思いもしませんでしたから。そうですか。いやなんかダイレクトに僕らのこう稽古現場をね、うん、はい、こうやってリアルタイムで皆さんに聞いてもらうのも僕も初めてのことなんですが、うん、今日ですね、うん、ちなみにもう本番が間近ということで、まあ、本番今週末なんですが、はい、いわゆる音楽を担当する太陽風オーケストラはいはい、の皆さんが、はい、バンドで入ってもらって、すごい生演奏に合わせてのいよいよ最初最後のこれはもう通し稽古となります。なるほど。じゃあ今日はまさに本番さながらということで。そうですね。じゃあこれから、はい、今ウォーミングアップされてますけど、もう第一幕からっていう感じでスタートするんですか。間に合えば6時半から、うん、ちょうどこの子供たちの今揃ってる状況を見ながらですけども、うん、6時半からスタートしたいなと思っておりますので、はい、なるほど。もしかすると、まさにその始まりのシーンから最初の30分だけもしかするともうこの18、19を待たずして、はい、このイメージを伝えることができると。そうですね。すごい。今日見ている方、そしてこの後インターネットで、はい、ラジオだけどね。ラジオだけどね。そうそうそう。もうなんかもう、そうそうそう、おかしいですよね。ラジオ放送してるのに見てる方っていうこと自体ちょっとヒットするね。いやいやいや、はい、おっしゃる通り。本当にラジオ聞いてる方もね、ぜひもう早く家に帰って見ていただきたいしね。はい、ただこの後、まあ早く帰らなくてもね、録画として残してますので。あ、そうですね。アーカイブでね、見てもらえると。戸口公民館の時の、彼らの、うん、姿と、そして先日の、また中ホール、あ、ごめんなさい、社会福祉センターでのね、はい、練習の時の真剣さながら、あ、うん、新聞にも載ってましたよ、そういえば。いつですか？今日ですか？今日の新聞に。あ、そうですか。載ってた載ってた。ありがとうございます。はい、そういう意味ではね、新聞の中にも FM タンのホームページでこのバックステージツアーが見れますよっていうことを書かれてましたので。あ、よかったです。本当嬉しいですね。まあそういう中で今日はですね、今、平田さんがお話の通り、太陽風オーケストラがこの文化センターの中ホールにもうすでにセッティングを終えまして、はい、準備万端。そうですね、はい、あと音響照明さんのスタッフもね、うん、舞台監督スタッフもいてですね、はい、もう今日が本当に、うん、本番さながらの、まあ、練習だと。あとは大鳥ホールに行くだけと。そうです。今実際ですね、はい、もう読谷村の大鳥ホールのすぐそばにいますけどね。もうすぐもうここまで近づいてますからね。そう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 、だんだん近づいてきます。だんだん近づいてきます。徳地公民館からだんだん近づいてきます、なるほどね。ストーリーあるね。かっちょいい。思いつきベースで申し訳ないですけど。いやいやいや、確かにその通りですよね、はい、だんだん大鳥ホールに近づいている。そうですね。そして大鳥ホールで飛べ、ショワシ、ショワシみたいな、ウニワシみたいな。なるほど、はい、そうですか。まあでもこんな感じで、子供たちが全島から集まってきて、はい、今まさに、まあこれからの練習のねブリーフィングがスタートするということでありますけれども、うん、これから今日は10時まで。そうですね、うん、今日10時までここで稽古やってます。もしよろしかったら、はい、公開練習なので。あ、そうなんですか。もしよろしければ近くの方はぜひ見に来てもらいたいなと、はい、
それも OK ですね。それからあの、うん、オープニングアトラクションということで、18日19日、はい、これですね両日とも、はい、いろんな僕のあの関係のある舞台のメンバーが応援に来まして、はいはいはい、キムタカの周りメンバー、え本当ですか、それから、まあ、もろもろですね、もろもろ団体のもろもろ団体の皆さんが、うん、あの応援に来てくれるということなんで、あのオープニングアトラクションもぜひ楽しみにしてもらいたいなと、なるほど、はい、オープニングアクトがあるなかなかそういうでかいステージってないですからね。そうですね、まあ、地域の子供たちのね、うん、ぜひ様子を見てもらいたいなと。なるほどね、はい、練習がね入ってきまして、こうちょっと低い声がバックで流れてるわけなんですけども、はい、ちょっと我々がこうやってユンタクインタクするのも心苦しいかなという感じがするわけなんですけども、もうこの、生徒さん方、生徒さん方っていうか、うん、まあ今大学生とかね大人の方もいらっしゃるんですけど、中学生から、そうですね、中学生、高校生、はい、あのウニワシはですね、まあ、ドリームチームと呼んでるんですが、ははこの雨割りや、はい、この小橋市の舞台を、うんうんうん、卒業生たちも入ってますから、うん、なるほど、この OB OG も含めた舞台になってますの で、 そうです、まあ、本当にあの卒業していったあの先輩とも共演ができると。じゃあ実際に、はい、そのこれまでの戸部小橋とか、はい、雨割りとか、そういう舞台を見ていて、はい、すごいな、俺もやりたいって憧れて入ってきた人たちが今共演してる、そういうことですね。実際の2代目の雨割くんをやった、うん、あの檜山秀人くんとか、彼のその現役の頃を見てた小学生メンバーが、うんうん、今も高校生や大学1年生ですから、じゃあ指導する側の立場、指導する側の立場の人と一緒に今度もね共演できるということで、へえ、そうですか、すごいですね。しかし読谷の子供たちもね、はい、いらっしゃって、ええ、で先日もあの社会福祉協会の時にゲストで出ていただきましたが、うん、はい、中学1年生の京平、京平くん、京平ね、うん、富山京平くん、もうね学校でもラジオ聞いたよとか言われたり、この前先生が来てましてね、そんな話をしておりましたけどもねもうなんか人見知りをなくすために舞台に上がりたいという話をね、いやこれこそですよね、こういうことをやっぱりやるために僕ら舞台やってるわけ で、うん、ですね、今回清良役をやるね、おうおう、この読谷出身の友井リオさん、リオさん、はい、そうそうそう、なんかつい去った、うん、先日 の、 あの中国語スピーチコンテスト、はいはい、全国大会で、はい、京都で優勝してきてる、すごい、その時のですね、うん、メールの報告がね、うんうん、ちょっと涙やめなんですけど、ええ、もう本番直前の稽古休んですいませんみたいないやいや休んでいいんだとそこはそこね、はい、それぐらい彼女にとってこの舞台の稽古、うん、リハーサルというのはすごく重要なんだと、うん、なるほどね、その全国大会優勝とね、はい、同じぐらいの勢いで彼女は今日もね練習来てますけども、ですよね、僕ねお母さんに電話しましたよ、あそうですか、おめでとうって、全国一、ありえないじゃないですか、ありえないって怒られますよ、中国語ですよ中国語で、お母さんなんて言ってたんですか、うちの娘はどこに向かっているんでしょうかって舞台はするわ、中国語スピーチはするわで、そうですね、でも今後沖縄っていうこの場所がすごいその中国とね、うん、日本のゲートウェイになる可能性っていうのは僕は十分にあると思うんですよ、はい、そういう意味では平瀬さんがいつも言ってる文化のねその継承とそして発信、うんうん、それが沖縄からこの中国大陸に向ける舞台がもしできるんだったら中国語の監修はリオにお願いした方がいいね、そうですね踊りの振り付けもできるしね、振り付けもできるし喋れるし、だから文化があるっていうのは、うん、その結ぶことができる大事な大事なこうねなんか、うんツールなんですよ ね、 ですね、人と結ぶコミュニケーション、うん、コミュニケーションツールっていうのかな、うんうんうん、だから彼女はやっぱりこの舞台の中で通して表現する力を持ってるんですよね、うん、だから言葉を使うっていうのは誰でもできるわけですから、 そうですね、それを伝える力っていうのが、うん、そうあるんだってことで、やっぱそれぐらいできないとキオラなれないっていうね、なる姫様なれないっていう、素晴らしい、いい振りできましたねありがとうございますいやでもねおっしゃる通りかもしれません、本当にこう我々こうやって2人で上2階からね、まあ、私たちこのサテライトスタジオが今中ホールの2階に設けてるわけなんですけども、はい、そこからね下の方を見下ろすとこう子どもたちが一生懸命練習をしたりブリーフィングをしたりとかね、やってるのが見えるわけなんですが、ぜひ、ラジオお聞きの皆さん、それからインターネットでご覧の皆さん方もですね、この文化センターでの練習は、公開稽古です、もう公開稽古ということで、どうぞもしよろしければね、ぜひ足を運んでいただいて、そして今から間に合います、6時30分ぐらいからは、そうですね、オープニングをね
はい、から始まると投資でリハーサルしようかと思ってますので、うんうん、はい、はい、その模様もですね見れると思いますし、今回まあやむなく来れない方々もですね、このネットを通してですね映像を見ることもできるかと思いますので、はい、今日はそういう模様をですね伝えていきたいと思いますので、ありがとうございます、よろしくお願いをしたいと思います。じゃあ平田さん、はい、もう下の方で、そうですね、まもなくね、僕はじゃあちょっとまた現場に降りてきますんで、うん、下界で頑張ります、下界でじゃあ我々はちょっと雲の上で雲の上でよろしくお願いします、ね、見ておきますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもです。はい、さあお送りしております。この時間、通常であればサンセットミュージックの時間として、ご案内をしているわけなんですけども、特別番組、現代版組踊り絵巻ウニワシバックステージツアーと称しまして、先ほどもお話でおりましたこのウニワシチームウニワシのですね練習風景の模様を私たち FM タンが、追っかけをしておりましてですね、バックステージと題しまして、あの皆さん素晴らしいステージがどのようにして出来上がるのかというものをですね、私たちがお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひともですねこの放送はラジオでもお届けしておりますけど、インターネットでもですね、公開しております。それから、私どもホームページの方でもですねその、アーカイブ録画したものをいつでも見れるようにしておりますので、ぜひともですね、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。戸口公民館社会福祉センターの2階ホール、そして今日、文化センターの中ホールからということで、本当に今日は仕上げの部分でですね、その3階を見ることができる。あと本番はチケット買ってきてください、よろしくお願いいたします。というわけでありましてですね、さあ、それではですね平田さんは早速下に降りてですね、各スタッフに指示をしたりとかいうことをやっておりますけども、さあこの、サテライトの方にはですねなんとまたゲストが来ていただきました。はい、こんばんは。こんばんは。どうも。綺麗な声ですね。いえいえ、さっきの人とは違ってはい、どなたでしょう。ウニワシの公演で天をやってます、うん、川口メイリと申します、よろしくお願いします。久々ですメイリ、久しぶりです皆さんお元気ですか絶対知らないでしょみんな今ねもう1年ぐらいなるメイリがパーソナリティを得て。そうですね、うん、私が今高3なんですけど、うん、高校1年生の時にいっぱいまでやったか。はい、ちょっとやってたんで、ね、うん、ね、1年あまりか、あまりちょっとそうです ね、ご無沙汰ですね。ご無沙汰で、はい、はい、でもメイリーもね、パーソナリティをやって、はい、いろいろこう放送っていうものを経験しながら、はい、いろんな方々との関わりも作って、はい、それからね放送、読谷高校の放送部だったっけ。はい、読谷高校の放送部でもあるし、ね、うん、またストリートダンス同好会それそれでもあるわけですよ、ね、はい、そして先だっては例の県民大会で、はい、司会をへへへって選んだそこ言わんといかんでしょうか、はい、あーやりました、ね、黄色いのつけてたの私です。そうなんですよね、もう俺はね、はい、どこでも言ってますよ、県民大会の司会はね FM タのパーソナリティ出身なんだよって。あー、はい、ありがたい本当に、ね、ありがとうございます。ありがとう、私もお礼を言いたい、はい、でそのメイリが今回なんと、はい、このチームウニワシに入ってるということで。そうなんですよ、今日来ていただきましたよ、はい、今年からちょっとやらせてもらって、はい、平田さんの舞台に関わって本当にいろんなものを学びながら自分も成長していってます成長していってる。はい、一応はそうか。でもね、読谷出身の、はい、子たちがこうやってねチームにいわしということで、はい、平田さんが読谷から発信したいこの新しいその沖縄初上演ということでね、うん、にわしに関われて、はい、読谷でオートリーホールでやれるってすごいファンキーじゃない。はい、本当に光栄なことだし、うん、とても、うん、もうなんかすごいですよね何がだって読みたんですよ、読みたん、地元読みたんでこんな大きな舞台が上演されるっていうのは本当にすごいことだし、とっても自分的にもう自分にはもう私には本当に嬉しいです、感動してます。あなただけじゃないよ、本当に我々もそう思っていて、それでこういう風なバックステージツアーなど今までやったことないんだから、俺なんか開局して以来。はい、そうです、ね、もうこんなね中継をしながらね、うん、追っかけをするなんてことは今までなかったことなので、はい、まあ、この模様ね、また先ほどもからお話してますけど、今日の新聞でも載ってましたけれども、はい、ぜひともね、はい、私ども FM タンの
はい、あのホームページで見ることができますのでね、はいはい、ぜひ見ていただきたいと思います。私の顔も映るんですね。映りますよ。綺麗にしとかないと。ボサボサとしているものなくてさあメリはこのステージで今回のね、はい、庭師の中で、はい、何の役って言ったっけ今。私は天の役って言って、うん、天というとどういう役なの。ストーリーの中ではうん、天に昇っている小八師様を、うん、まず、うん、地に下ろす役目をするんですね。で、まあ、地に下ろして、うん、小八師が成し遂げた偉業というものを、うん、伝え、うん、そしてまたこの小八師様を天にあげる、うん、天にもう一回もってもう、はい、返すっていうとても神秘的なお役です。いいし、はい、かっちょいいな。はい、ウニワシには天と陸と海っていう女の子の女性アンサンブルっていうんですけど、女の子で 3つの役目があるんですね、はいはいはい、でまあ、陸は本当に農民の役をやったり、うん、海はまたこの海です、とりあえず海をすいません海をやるんですけど、なるほど、テーマも本当にそんな感じで。そうなんだ、はい、すごいな。最初と最後に出てくるんですけど、はい、とってもどうですかこの今までさ、はい、あのメイリは、まあ、喋ることからスタートしたりとか、はい、ダンスをしたりとか、はい、で歌を歌ったりとか、はい、歌ってましたよね。どっかで歌ってたと思います。 で、ね、はい、で今回こういう形でチームウニハシで大鳥ホールでこの組踊り絵巻に参加するっていうことで、うん、自分の心境としてどう変わってきてるのこの3年間。そうですね、うん、なんだろう、まず最初にこのウニハシというかこれを見た時にすごい中高生いっぱい人数がいるんですけど、うんうんうん、その中でどんだけ真ん中で踊ってても、うん、どんだけ端っこにいても、うん、みんないい顔して踊ってるんですよ。あ、確かにそれはある。そう、誰一人としてこう、うん、なんだろうな、なんか脇役がいないっていう感じするよね。いないんですよね、うん、みんなが本当に主役っていうか、そうそうそう、一人一人がキャストっていう、うん、そういうのを見て、うん、自分は本当にあーすごいなーと思って、どんなに舞台の端っこにいても、お客さんのとこにいても、本当に自分がこう一生懸命精一杯踊ってるっていうこの姿を見て、自分は我ながらとてもなんか我ながら何様か我ながらまあまあまあすごいなんか涙出ました、本当に最初は。それでまあ自分が今度ここに入ってやっていくうちにその意味がどんどん分かってきて、本当にここにいるだけでも意味があるんだなって、意味のないものなんてないんだなっていうのをすごい学んで、本当にそういう面で自分は天という役をもらって天を一生懸命演じようと本当に思って精一杯やってますね。何がメイリにそれだけのものをかきたてるのかな。いやもうこれは多分あの伝統芸能だと思います。私は沖縄の伝統芸能が好きだからっていうのもあるけど、うんうんうん、本当にこの沖縄の伝統芸能、空手、琉球舞踊、うん、歌三線が、はい、全部織り込まれてるからこそ、ね、すごい、だから沖縄の子にしかできないすごいパワーがあるからなんじゃないですかね。うん、そうですか。でもね、はい、そういう意味では今回のですね、はい、放送に関しても、今ね、まあ曲をねお届けしていきたいと思いますので、はい、さあそれではですね、この時間から、まあ、1曲ですね音楽をお届けしながらやっていきたいと思いますので、はい、このあと今日はダイナミック琉球っていう曲をですねこの時間から1曲お届けしたいと思いますので、それではダイナミック琉球お聴きください。
さあ、お送りしておりますうにわしバックステージツアー、今まさにですね、この読谷村文化センター大鳥ホールにおきまして、大鳥ホールじゃねえや、大鳥ホールの隣の中ホールです。中ホールで、ありがとう名義にフォローされてどうするんだって感じで大丈夫です、はい、その文化センター中ホールでね、今まさに、はい、オープニングからの練習が始まりまして、はい、そうです、はい、今ね、ダイナミック琉球を聞いていただきましたけども、途中ね、インターネットをご覧の皆さん、放送の途中でしたかね、ちょっと落ちたようでしたけれどもね、失礼いたしました。さあ、話の途中でしたけど、メイリさん、はい、最後に一つだけの、そう、いいところで落ちちゃったんだよね。そう、ごめんね。そうなんです、はい、最後に一つ、うん、私から報告なんですけど、うん、はい、私のもう後輩になるんですけど、うん、読谷高校ストリートダンス同好会が、はいはいはい、今回、うにわし琉球王昭和市伝の、18日昼初日のオープニングアトラクションで、出演することが決まりました。わー、すごい、これは非常にすごい、読谷尽くしじゃねえか。はい、もう地元の高校生も一生懸命頑張ってるんだよっていうところを本当に見せたくて、嬉しいね、今回出演が決まりました。あ、じゃあ、はい、メイリ先輩のためにみたいなのもありだなそこまではやめときますそうか、いや、でも、うん、はい、あの舞台で実際に使われる、うん、今聞こえてるかな、ダイナミック琉球という曲で、私たちはヒップホップに、うん、ダンスにアレンジして、すごい、お送りしたいと思いますので、じゃあ、ぜひ、ね、新たなダイナミック琉球みたいな、はい、もう読谷高校ストリートダンス同好会ならではというか、もう本当にもうあの子たちにしかできない踊りを精一杯やってますので、練習してますので、はい、これでも楽しみだね。はい、もうぜひもう見に来てください。そうですか、わかりました、ありがとうございます、はい、ぜひね、メリーもまた頑張って、ありがとうございます、頑張ります、本当にこう客席の皆さんにね、はい、もう感動を与えてくださいよ、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ練習頑張ってきてください。ありがとうございました。はい、さあ、お送りしております、この時間サンセットミュージックの時間を今回、現代版組踊り絵巻うにわしバックステージツアーと題しまして、ここ本日はですね、読谷村文化センター中ホールから特設ステージを設けてですね、放送させていただいております。先ほどは平田大地さん、そして今はですね、読谷高校の3年生であります、もうね、この今回新たに、チームうにわしに入ったということでね、メイリさん来ていただきました。読谷高校の皆さん方も今回はね、協力いただくということでございます。ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。さあ、そしてまたゲストに来ていただきました、初めて見る顔ですが、今日はどなたでしょうか。読谷中学校生の又吉リオです、うん、あ、又吉、はい、リオです。リオさん、はい、お、読谷中学校、はい、何年生ですか。3年生です。3年生、はい、おー、すごい、俺読谷中の3年生がいるって知らなかったな。え、ずっといました、戸口公民館とか。いました。いた、はい、ほんとね、はい、あー、そうか、嬉しい。もう、あの遠山何君だったか、翔太だった、亮太だった翔太この前の1年生ね、古源中学校、はい、あの子は読谷の子かなと思って、あの子もまた別にいたんだ。あ、そうですか。もう又吉リオさん、あのどれくらいになるんですか。今年入ったばっかりで、うん、あ、本当、はい、かれこれかれこれかれこれどれだけよそうか。でもどういうきっかけでこのうにわしチームうにわしに入ろうっていうことになったの。自分も踊りとか好きで、うん、こんな、見たことがあるんですよ、うん、
なんか CM とかそんな感じでも見て、ああすごいなって、ね、感じて、自分もやってみたいなって思って応募しました、あそうなんだ。実際にこれまでこう練習を経てきてここまで来たじゃないですか、さっき平田さんも言ってたけど、戸口公民からだんだん近くなってきて、いよいよこの同じ建物文化センター内に入りまして、今日こうやって太陽風オーケストラと一緒になってね、本番さながらのリハーサルレッスンをするわけなんだけど、どうですか今の気持ちは。もうすごい本番近づいてるんだなってもう思いますし、もうドキドキしながらも、もう近づいてるんだかなみたいな。今ね、ネットをご覧の皆さん方にはちょっとだけ見えたかもしれないですけど、又吉涼さん今ちょっとだけ見えたかなっていう瞬間右拳をぐっと握りしめましたよ。あーなるほど、そのいう気持ちなんだね、なるほど。もうこのチームうにわしに入ることで、そういうステージで上がったりとか、踊ったりとかすることに対して家族の方、お父さんお子さん方なんか言ってます？自分のことを応援してくれてて、もう送迎とかもいろいろしてくれるし、感謝しております本当、そうだよね、本当に周りの協力があってからこそ自分が好きなことができる、でその好きなことをやってさらに地域の方々や、お金を出してチケットを買ってきた皆さん方に恩返しをしてあげる、それがお父さんお母さんに対するまた恩返しかもしれない、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、でもこの後、チームうにわしそして、この平田さんのねステージにずっと関わっていくと思うんだけども、読谷の子供たちにちょっとメッセージが欲しいな、あの同級生とか後輩とかさ、あなたがこの、半年近くやってきて、感じたことを含めてみんな伝えてもらいたいんだけど、読谷中学生の皆さん、自分も一応頑張ってます、で今回、12月18日19日、土日とも大鳥ホールで、うにわし現代版組踊り公演します、チケットが1000円なんですけど、読み中生は500円半額になります。ありがとう。でぜひよければ自分にでも行ってください、一応このうにわしを通していろいろ学んで本当に良かったと思います、皆さんにこのうにわしを見てもらって感動してもらえたらいいと思って、感動してもらえたらいいなと思ってます、たくさんの同級生や後輩とか、またね先輩方にもぜひ来てもらいたいですよね、これはもう年とか関係なく本当にこのね、沖縄中から集まってきた人たちが一つのストーリーを作り上げていく、その一役を担っているという今回又吉涼さん、読谷中学校3年生、同じ読谷中学校生っている？今はいないです、ぜひ一人二人増えていただきたいね、仲間が増えるといいよね、本当にありがとうございます。ぜひ今ね又吉涼さんの呼びかけにあったように、この12月18、19、この週末になります文化センター大鳥ホールで開催されます現代版組踊り絵巻うにわし琉球王将発展、ぜひね、今お話の通り前売り券、子どもたち小中高生が1000円なんだね、なんだけど今りょうさんが言ったようにりょうさんが半額でいいということを言ってましたので、すごい権限の持ち主だなと思いますけどねもうね、FM メーターでもねチケットを、用意しております。学校帰りにでもね、買いに来ていただいてもね結構です、大鳥ホールの向かい文化センターの中に FM メーターありますのでそちらの方でチケットもね用意してます、又吉涼さんの方にもね、涼は私のチケットものがないって言ってもいいよね、お願いをしたいと思います、さあ、読谷中学校3年生又吉涼さん、これからもぜひ頑張っていただきたい、もう間もなくですから、体調気をつけて、そしてお父さんお母さんとか周りの人たちに感謝を忘れずに頑張っていただきたい、そしてステージではまたたくさんの方々に感動をね与える努力、一生懸命を伝えてくださいね、
はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、又吉りおさんでした。さあ、お送りしておりますこの時間、サンセットミュージックの時間を番組を変更しまして、先日からお届けしておりますウニワシバックステージツアーということで、もう3回目になります。もう残すところは本番ということになりましてですね、私たちのこの模様は1時間を通してですね、過去の番組も、ホームページトップページの方で見ることができます。ぜひですね、そちらの方を見ながら、このステージウニワシというものがどのような形で作られているのか、でどういう思いを持って皆さんが参加しているのか、そういうことをですね、見ることができます。ぜひぜひこのチームウニワシが一生懸命頑張る現代版組踊り絵巻ウニワシ琉球王将発祀伝見ていただきたいと思います。チケットね、まだまだ4回公演になりますのでね、よろしくお願いをしたいと思います。さあ、この文化センターチーホールではですね、もう太陽風オーケストラの皆さん方と音合わせをしたり、それから踊りの立ち位置などそういうものをですねチェックをされております。その模様もですね映像でお届けしております。さあ、それではもうそろそろあと残すところ10分余りなりましたけれども、最後のゲストになりますが、はい、来ました。もう大変読谷公演にはこんだけ頑張ってる人はいないんじゃないかと思うぐらい、この今回のウニワシ現代版組踊り絵巻をね一生懸命営業しております、はい、田中さんに来ていただきました。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、どうですか、もう読谷中を駆け回ってる。そうですね、もう地理に強くなりましたね、読谷のいろんな、あ、こことここがつながるんだという。なるほどなるほど、道がね道を広いでしょう。そうですね、広いですね。ね、何度も迷いますね。迷う、はい、あ、そう最初はね、はい、読谷村役場に来るのも大変だったのにね、はい、FM 読谷に来るのもね、はい、すごい。さあ、田中さん、はい、ちょっとお話一旦切りますけども、はい、今これからどういう練習が始まるんですか。あ、今からは、本番と同様に、うん、太陽風オーケストラさんのバンドと合わせて、うん、スタートしますので、もう本当に衣装をつけてない状態で、基本通すんですけども、平田さんのチェックがあるので途中で、止めたりしながら、うん、はい、確認しながら順調よく、はいはい、順通りにやっていくと、はい、やっていく形になりますね。なるほどなるほど、はい。田中さんは今までこのウニワシもそうだろうと思うんですけども、はい、これまでの公演、うん、平田さんのそういう練習風景なども見てきていると思いますが、はい、今どうですか、このステージの仕上がり具合っていうのは。そうですね、うん、ちょうど先週 の、 社会福祉協議会の稽古の後ぐらいからスイッチが入ったっていう感じがするんですね。なんかやっぱり子どもたちも本番はこの日って分かっていても、うん、なかなかちょっとまだなんか実感がなかったりして、はい、なんか見てて分かるんですね。ちょっとなんか緩かったり、うん、やっぱりちょっとまたダラダラってしてるのがあるんですけど、うん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 、なんか突如としてスタッフもですし、子供たちもスイッチが入って、うん、そうなんですよ、目つきが変わるんですね。でも俺もこの前の、はい、まあ、戸口公民館の時は、はい、まあ、ウォーミングアップだなみたいなね、はい、ちょっとこうみんなこうワイワイ集まったりとかして、にっこやかなものもあったんだけど、はい、この前の社会福祉業界の時の、はい、放送してる時そばで見てたんですけど、確かに田中さんがおっしゃる通り、なんか腕に力が入ってるっていうのかな、はい、そんな感じにしたんですよ。そうですね、まさしくあの時にもうしっくりとみんなこう役にはまったっていうか、はい、それまではやっぱりねちょっと試行錯誤しながらっていうことなので、はい、ですけども、まあじゃあ私たちがいるこの文化センター中央においてはまさに今ステージが始まった状態で、はい、立ち位置など音楽との絡みなど戦略、など確認して、はい、そうですね、これがオープニングの部分になりますね。はい、じゃあ今放送を聞いたり見てる人、する人は、はい、こんな感じで始まるんだなっていうのが分かるわけですね。ちょっとバレてしまいましたね、オープニングが、はい、いやいや、でもこれは、はい、その衣装であったり、はい、ス
ステージライティングとか、はいね、照明関係とかそうですね、そういうものが醸し出すものではもう何倍も違うものになるでしょ。そうですね、今ちょうどやっぱり薄暗いところからライトがだんだんアップされてきて、はい、いろんな衣装を着た子どもたちが、はい、あの今舞台でこう踊ってるっていう状態なので、はい、これがすごいまた綺麗なんですね、衣装が、はい、しかし今回、はい、今までのステージとは違って、まあ、FM ユーターが関わったっていうこともあって、はい、こういうバックステージツアーっていうものをして、はい、まあ、ある意味ネタバラシでもあるんだけど、はい、どうですかこういうものって実際。そうですね、初めてなので、うん、こんな、そうですね、光栄ですし、なんか、はい、本当は見せたくないよね。そうですね、うん、はい、本当はね、うん、でもある意味新しい平田大地のステージがこういう形で作り上げられていくっていうものを見れるっていうのは、これはすごいことじゃないのかなって思うんですよ。そうですね、本当に思います。例えばこの子供たちに関わっているご両親の皆さん方とか友達同士とかがステージだけを見るのではなくて、こういう練習風景などを見ることによって、お前すげえなと。そうですね、一生懸命頑張ったのかと、お父さんお母さん方に見てもらいたい俺は。そうですね、うん、それにやっぱりなんて言うんでしょう、舞台に立ってると子供ってなんか皆さん思わないみたいなんですけど、本当にどこにでもいる中学生高校生が一生懸命練習して舞台では本当に大きく見えるっていうところのその違いっていうのもやっぱこう練習を見てもらわないと分かってやっぱ気づかないと思うので、そういうのをこの機会でラジオの中継で知ってもらえたっていうのは本当に良かったなと思います、はい、ラジオ聴いてる方からもね、はい、電話をいただきました、はい、中学1年生が、はい、この前のね、なんだっけ、富山恭平くんリスナーの方からね、はい、電話あって、はい、そういう人見知りをなくしたいとかそういうきっかけで、こういう組踊りの、ね、役に徹するきっかけになってるっていうのはすごいなって話をしてましたよ。そうですね、そういうのをね、はい、伝えてくれてることにありがたいっていう話をされてました。 ありがとうございます。一見ね、ステージだけ見てると、はいはい、この子たちがプロのように特別な子なんだみたいな感じでね、客席から見れるんだけど、実際はそうじゃなくて、先ほどね、又吉リオさんみたいに本当に今年から始めたとかいう子たちで、本当にウォーミングアップから一つ一つの練習時間を経てステージが出来上がる。そしてまさしくそこは伝統芸能を継承する一人一人ちなみに魂を持ってるこの子たちが本当に未来へつなげてるのかなと、そういうのを感じるんだよね。はい、うん、そうですね、本当に、はい、優しく、はい、取り巻く大人が、はい、一生懸命というこの4文字をね、はい、体にぶつけてるなっていうのをね改めて感じます、はい、田中さん、はい、本当に一人でも多くの方に来ていただきたいですよね。本当ですね、もうぜひ本当にもうこうかんなんていうかもう本当親心として本当に見てほしいなって思います、はい、絶対損はさせません、ね、はい、私たち FM ユーターもどれまでどれだけ皆さんに伝えることができるか分かりませんが、はい、一人でも多くの方にと思うそういう気持ちでですね、今日のこの場所、ユーターソン教育委員会のご協力をいただきまして、そこからスタジオ特設スタジオから放送させていただいております。今も我々がこうやって放送している間もですね、本当に本番さながらの練習を一生懸命おります。本当にその状況がですね、皆さん伝えられることがすごい俺は幸せだなと思います。そうですね、うん、あと教育この前ですね、うん、読谷村の教育長の方に、はい、お会いさせてもらってですね、うんうん、先ほどちょっと又吉リオも言ってたんですけども、うん、読谷村の小学6年生に教育長を通して招待券の方を寄贈させていただいたんですね。そうでしたね。それで、うん、もうぜひやっぱ小学6年生次を中学生になるっていうことで、はい、次の恭平リオになる可能性もやっぱりあるので、ぜひ本当になんか見てもらいたいなと思ってます、はい、小
学校6年生っていうと500名余りいるでしょう。そうですね、521名っていうことで、すごいね、みんな来たらどうしますか、立ち見でしょ立ち見です、本当ですね。でもね、平田さんとかスタッフの皆さん方、はい、それからキャスティングの皆さん方の思いがね、はい、一人でも多くの方に伝わればという思いだということで、教育長も大変喜ばれておりましたし、そして、社会福祉協議会のね、村会長も、はい、招待状で、身体障害を持った皆さん方にとってもこういう場所をね、読んでぜひ見てもらいたいということで、はい、社協の方にもね、プレゼントをしていただいて、はい、どうぞ、遠慮なさらずに来ていただきたいですよね。ぜひ、はい、ご家族で、はい、うん、一人でも多くの方にね、見ていただきたいと思います、はい、さあ、最後になります、田中さん、はい、地域の皆さん方にですね、はい、一言、もう一応バックステージツアーもこれが最後になりますので、はい、そうですね、ここまで私たち協力いただきながら、はい、この放送もさせていただいて本当にありがとうございます、こちらこそありがとうございます、皆さん多分やりにくいんじゃないかなと思いますけれどもねもう、はいはい、でも、これがねぜひ、一人でも多くの方々に何度も言ってますけど、はい、本当届いてほしいなという思いであります、はい、ぜひ、ご了承いただきたいと思います。そして、はい、応援をしていただきたいということで、はい、最後にじゃあ田中さんから、はい、お願いします。そうですね、小橋というのはやっぱり読谷村にお墓があるということで、本当に読谷村っていうのは本当にゆかりのある地で、ここでやらせていただけるっていうのが本当に私スタッフとしても光栄ですし、今ずっと読谷村を回らせていただいてて、ここでやることの意味っていうのを自分自身でもすごく深く考えてるんですけども、もうそれ以上に子どもたちが本当に毎日毎日読谷村の方に通って稽古してますので、ぜひ読谷村の皆さんに、多くの皆さんに見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあチケットのご案内ももう一度、はい、よろしくお願いします。はい、公演日が今週の12月18日土曜日、19日日曜日、場所は読谷村文化センター大鳥ホールです。昼公演が会場12時半、開演1時半、夜公演が会場17時、開演18時になります。大人が2500円、小学生小中高校生が1000円となっております。先ほども言いましたが、読谷村の小学生中学生は当日でも500円にて販売で会場に入れますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、そしてチケットの方はですね、FM タンでも販売をしておりますので、どうぞお足運びいただければと思います。朝9時から夜10時までスタッフはおりますのでね、仕事帰りでも結構です、はい、これからでも大丈夫ですからね、そうですね、お買い求めいただければと思います。よろしくお願いをしたいと思います、はい、さあお送りしてきましたこの時間、ウニワシバックステージツアー、お届けしました。3回にわたってお届けしました。皆さんにこの思いが伝わっておりますでしょうか、はい、ぜひとも、あとはそうですね、大鳥ホールで、そうですね、はい、ぜひとも本番を見ていただきたいと思います、はい、さあ、この時間、届けましたのは私パーソナリティの中曽根智晴、そして、最後はですね、営業の田中さんにね、はい、来ていただきました、はいはい、最後のギリギリまで営業頑張ってください、ね、はい、頑張ります。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。それでは、今日はですね、読谷村文化センター中ホール、はい、2階の方からですね、特設スタジオを設けまして放送させていただきました。それではまた大鳥ホールで会いましょう。さよなら。さよなら。